皆さんこんにちは。皆さんは、若返りの薬をご存知でしょうか？はるか昔から、そのような薬を追い求める人は後を絶ちません。さて、科学が発展した現在でも、公にそのような薬は出てきませんでした。しかし、本当はすでに存在するのかもしれません。皆さんは、アドレナリンという単語を聞いたことがあるだろうか？おそらく、大多数の人が聞いたことがあるだろう。我々人間が、興奮時に分泌する成分のことだ。アドレナリンによって、痛みを感じなくなったり、いわゆる火事場のバカ力を引き起こしてくれるなど、通常ではありえない効果を発揮する。これらは人がストレスから身を守るための本能だ。さて、このアドレナリンを使った、夢のような薬が存在して